中央区は千葉県千葉市を構成する行政区の一つ。千葉市並びに千葉県の行政、商業の中心であり、区内に千葉県庁、千葉市役所を要する。千葉林工部の街並み千葉県の交通の要衝である千葉駅を中心に商業地区が並び、本千葉駅から京成千葉中央駅にかけての東側には県庁や裁判所など行政機関が集中している。 区南部の蘇我福都心は、かつては、東京湾の埋め立て地にある、JFE スチール、東日本製鉄所の企業城下町であったが、経済の低迷により、規模を縮小し、跡地は、商業施設や、J リーグジェフユナイテッド市原、千葉が、ホームスタジアムとして使用している、福田電子アリーナとなっている。千葉県庁や千葉市役所、千葉地方裁判所、千葉県警察本部など、 千葉県内の行政機関が集中している中心的な区である。金融機関や企業の本店、支店も多い。近年は都心回帰や千葉駅周辺再開発の影響によりマンションが増えたため人口は増加傾向にある。千葉県庁付近を流れる戸川。宮古川の増水時の危険を伝える看板。急峻な山などはなく、ほとんどは平坦な地形である。 中心を下佐大地が占め、その中に樹脂状に谷底定地。北東側及び第一を二分する形で氾濫定地。南側の千葉港周辺は広域埋め立て地。広域埋め立て地と大地の間に海岸定地と指す砂帯に区分される。千葉市のうち九市域の大部分と旧千葉郡、蘇我町、聖浜町、千城村の一部。 戸村の一部の区域と埋め立て地からなる。区名は公募に寄せられた案の中から決定した。当初、法学や中央は区名として採用しない方針であり、現区名への指示も低かったが、他にふさわしい案がなかったことから、方針に反して現区名が多数寄せられたという権威がある。他に、千葉区、港区、井の花区といった案もあった。 千葉市役所千葉市消防局千葉中央警察署、千葉市消防局千葉港の工場群、JFE スチール、東日本製鉄所、東京電力千葉火力発電所などが所在し、千葉港では、水深12メートル岸壁3バース、水深10メートル岸壁5バースが整備されており、千葉中央埠頭及び、デズふ頭では、主にコンテナ貨物と完成自動車貨物、 呂呂線貨物などを取り扱っている。コンテナターミナルは、商工的機能の強化を図るためがアントリークレーンに期待性となっている。本社、本店を置く企業主な商業施設そごう千葉店、スポーツ施設、福田電子アリーナ千葉メディカルセンター、国立病院気候千葉医療センター千葉大学医学部、付属病院千葉市は、一市で一つの二次医療系を構成する。 三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。大学千葉大学宿徳大学千葉県立千葉、中学校、高等学校国立私立短期、大学私立高等学校県立私立、中学校県立私立私立、小学校特別支援学校専修学校学校、教育以外の施設千葉駅千葉中央駅県庁、前駅。 ソガリン海地区再開発事業の一環として、千葉港駅と、ソ我駅間に、寒川新駅を設置する構想があり、千葉市企画調整局により基本調査、設計が行われている。東日本旅客鉄道総武観光線総武快速線、京葉線総武本線、成田線、外房線、内房線、京成千葉線、京成千原線、一号線、二号線、路線バス。 高速バス神社千葉神社千葉市に関係する由来を持つ寺社が多い。史跡井の花城市千葉公園文化施設千葉県立中央博物館。ありがとうございます。